バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬です。唯一帯広競馬場で開催されていますバンエイ競馬の楽しさをお伝えする番組です。番組の進行は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんと一緒です。桜井さん、こんにちは。こんにちは。なんか二人になっちゃったね、今週からね。寂しい。いや、もう二人で頑張りましょう。はい、仲良くね、はい、退屈させないからなんちゃって、なんか鋭いツッコミが来そうでね。また今シーズンもね、怖いんですけども。いやいやいや、はい、和やかな話題からいきますよ、はい、4月に入って桜前線がね、うん、どん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 北上してきて早いみたいですね、うん、今年はね。いや、帯広も今週暖かかったからね。ね、はい、今年早そうですよ。そうですね。もう僕の東京のね、自宅の方なんかも相当ね、もう満開だってきました。はい。十勝の桜、1回見てますよね。2回見た。あ、2回見たのか。もう今3年目入りましたから。そうですか。はい。東京の地元で見る桜と十勝の桜の違いはどうですか。東京の方が華やかですね。十勝はね、やっぱり桜売りにしてないでしょ、そもそも。質問間違った花粉症大丈夫？花粉症はこっちに来て全然治りました。そうでしょう。すりがないのがありがたいね。いいでしょう。いや、もう風邪一つしかなくなりました。なんかね、お花見ができたらいいなと思いますけど、はい、そんな3年間の中で十勝の、桜スポット、あ、ここ良かったなっていうのありますか？僕は花見に行ってないんですが、行けなかったんでね、一回もね、僕はよくあそこのイオンの横を通って、あ、ポテポドン、はい、あそこで見ますね、はい、そうですね、はい、北海道ホテルの横のね、よくね、桜のシーズンに、カップルがね、カップルというのか披露宴をあげるカップルがあそこで写真撮ったりしてますよね。その歩いてる人いるんですか？僕その日に、ね、桜が咲くであろう期間に予約をして前撮りをするとか、その期間に披露宴をあげて昼間トテポドルの桜の下で写真を撮るとかね、だからそれの、5月ぐらい、ゴールデンウィーク前ぐらいは、そこがやっぱり人気の日取りなんですね、はい、今年ちょっと桜スポット巡りしませんかね。それぞれで、一緒じゃなくてそれぞれでいいでしょ。私ね、新徳神社の桜も好き。いろいろね、はい、これからちょっとずつ教えてあげますよ、はい、お願いします。さてさて、そんな春のお話になりましたけれども、コマーシャルの後はですね、ゲスト今週も、お迎えしてます。バンエイトカチ広報の藤田博文さんをお迎えすることになっていまして、イベントの企画などを担当している方なんです。今シーズンの、今シーズンというか終わりましたからね、ちょっと振り返ってもらったりとか、また新しいシーズンの予定などをね、聞いていけたらなと思っています。そうですね、昨年のバンエー勝ち前で、バンエーダービーの日はね、いろいろイベント企画一緒にやらせてもらって、すごいお世話になりました。そうですね、はい、どんな話が聞けるでしょうか。まずはコマーシャルです。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、前残り20、6番甲子半回戦頭だが、9番北勝馬佐並んでかました。それから北野裕次郎、3頭広がった、あと10、わずかに出る9番北勝馬佐でいきます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場、十勝村。バンバ魂。バンバ魂、ここからはバンエイトカチ広報の藤田博文さんをお迎えしてお送りしたいと思います。藤田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、最初に自己紹介お願いできますか。はい、
はい、バンエイトカチで広報をやっております藤田博文と申します。まあ、主に、仕事内容としましては、こういうメディア出演や、皆様に、競馬場の情報を発信するというお仕事をしています。その中でも特にはホームページをやったりとか、リリース配信をしたりというところで、仕事をしております。広報のお仕事って本当に幅広いというのが忙しい仕事だと思います。はい、いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まずは2021年度ですね、はい、売上も大変好調で終わりました。そうですね、シーズン終わってどうですか？今気持ちほっとしてますか？そうですね、やっぱり気持ちとしては無事に2021年度終了できて、よかったなっていうところもあります。で、まあ、売上に関しても、まあ、皆様に支えられて、特にまあネットでの売上も好調で、幅広く、まあ、バンエイ競馬見ていただけたのかなっていうところで、すごい嬉しかったなっていう印象があります。そうですね、今ネットでの販売が好調ということなんですけども、やっぱり広報で現場にいらっしゃるので、はい、帯広競馬場内での様子をそうですね、お聞きしていきたいなと思うんですが、はい、まあ、昨年からですけど、やっぱりまだ緊張感取れない中での開催が続いています。まあ、入り口では検温や消毒もしっかりと、はい、誘導してですね、場内でも、はい、いろんな取り組みがあったと思うんですけれども、そんな緊張感の中でどうでしたか1年？まあ、やっぱり、まあ、コロナっていうところはすごい大きかったなっていうところもあるんですが、やはりお客様が皆さん協力的に、皆様やっていただいたので、はい、まあ、そういったこともあって無事にバンエイ競馬自体も、開催できたのかなっていう思いはあります。そうですね、はい、最終日ももちろんですけど、入場に人数の制限がありました。はい、そうですね、ね、本当でしたらもっともっと競馬場なんかがいっぱいになるほどと思うんですけどそれでも限られた人数でも盛り上がりはもう変わらないぐらいの盛り上がりでしたよね。そうですね、昨年、まあ、今年行われたバンエイ記念、昨年に比べて入場人員も、うん、ほぼ倍近く人も入りましたので、もう結構場内も結構いっぱいにはなったんですが、はい、それでもやっぱりすごい皆さん若干距離を空けて見ていただくっていうところで協力いただいてますし、はい、やっぱり人数が多いとそれだけ盛り上がりもあったので、はい、すごい見ていて嬉しかったです。そうですね、はい、ファンの皆さんってスタート地点で見る方もゴール地点で見る方もパドックを一生懸命見る方も、はい、全体的にスタンドから見る方もいろいろいらっしゃるんですけど、はい、お仕事をする立場、藤田さんはどこで今年のバンエイ記念はどこでご覧になってたんですか？見てました。僕ですね、僕はですね、はい、今年はゴール前で、はい、まあ、レースの写真を撮ってホームページに上げたりリリースに上げたりっていうのもあったので、ゴール前から、はい、今年はレースを観戦してました。あ、もう一番いいところ。そうです、そうですね、馬が向かってくるっていうところで一番いいところだとは思うんですが、はい、ちょっと昨年までは、はい、自衛隊の、はい、ファンファレ、はい、ファンファレがありましたので、はい、そちらの急出しをずっと、担当してたので、はい、まあ、自衛隊の方でお客様側でどちらかといえばレースを見る側だったんですが、今年は本当に特等席でレースも見られて、あとお客さんの声援がすごい聞こえてくる、バンエイ記念を一番感じられるところにいたのかなと思います。要は私たちはスタンド側からレースを見てますけど、厩務員さん側ということですよね。そうですね、スタンドが全部見渡せるとこで、はい、それはそれはまたちょっと違う興奮もありますよね。そうですね、なんかもうお客様ずらっと並んでるだけでちょっとうるっときちゃうくらいな、胸がグッときますよね。はい、でも去年までそのファンファレの厩出し、はい、それもまた緊張するんじゃないですか？そうですね、ちょっと僕の厩一つでタイミングずれちゃうと思うので、はい、中には自衛隊の方々の大軍楽隊のファンファーレを聞きたくてっていうファンもいらっしゃるって聞いたんですけども、はい、 そうですね、そういう気も感じます。感じますね。なのですごい皆さんスマホとかカメラとかで見てるので、はい、すごい視線というかプレッシャーがすごい感じられますね。レースの空気と、はい、またファンファーレの直前の空気ってありますよね。そうです ね、 ね、いや、もうバンエイ記念始まるぞっていうお客様のもうオーラみたいなのがすごい伝わってくるので、はい、その中で自衛隊のファンファーレ失敗することできないなっていうのはすごい思いましたね。1年のバンエイ記念の日というのはもう、はい、なんというのか
特別な日といういろんな意味で特別なんですけども、それまで1年のシーズンの中で、はい、まあ、いろんなことがあったと思いますけど、はい、印象的だったこといくつかありますか？レースやイベントでも、はいはい、そうですね、やっぱり印象に残ったところで言えば、うん、その今年はその万栄記念ゴール前からっていうところで、多くのお客様だったり、その声援あと拍手っていうところが、一番印象に残りました。結構自衛隊さんも対応してた時は、急出ししてた時はですね、終わったら結構すぐ自衛隊さんも下がらなければいけなかったので、まともにレース見ることもちょっとできない時もあったので、それを比べるとやっぱりお客さんの、最後の馬が入るまで一生懸命見て、声援とで、最後の馬が入った後の、大きな拍手っていうところを、やっぱりこの仕事しててよかったなっていうところが一番思います、はい、普段のレースはゴールすると勝ったか負けたか、要は当たったか外れたかっていう空気なんですけど、はい、万栄記念のゴールの直後だけはあれはもう自然と拍手が、そうですね、わーっと湧いてくるんですよね、はい、で今年すごい思ったのが、うん、ファンファーレが流れてる際も皆さん手拍子していただいて、あ、そうですか、それがすごい、いつもは自衛隊の方で逆に緊張してるので、うん、多分手拍子もあるんですけど、なかなか耳に入ってこないっていうところもあったんですけど、はい、もうレース始まる前からそういう手拍子してもらえるだけで、ぐっときますよね、販売記念だなっていうのですごい感じましたね、まあ、1年通してやっぱりいろんなことがあっても、大変なこといろんなことがあっても、1年の締めくくりの万栄記念の、あの興奮で、はい、すっと疲れもね癒されるというのか、そういう空気ありますよね、はい、そうですね、やっぱり1年、まあ、大変だったなっていうところもありますし、うんうん、まあお客様もやっぱり競馬場来たいっていう思いもありながら、やっぱりこういう状況下なので、はい、なかなか来れないっていうところで、まあ、万栄記念だけはっていうので来ていただいてるお客様もたくさんいたので、はい、そういった中であのレース、万栄記念っていうのがあって、そういう思い全て吹き飛ばせるぐらいな、そうですね、まあ迫力さもありましたし、それだけ皆さんの思いもこもったレースだったんじゃないかなと思います、はい、特別なあの日をゴール前から今年は見ていて、はい、写真をアップしてホームページも上げた感じですか？そうですね、はい、反応はどうですか？やはり、まあ、そうですね、皆さんも、まあ、万栄記念終わったなっていう感じで、うん、見ていただけますし、やっぱりそういう実際に競馬場に来れない方もそういうホームページを通して、はい、写真通して、あ、こういうレースだったんだなっていうのを、皆さん思っていただければ嬉しいなと思ってます。大興奮の後の、そして4月22日からまた新しいシーズン始まりますけども、はい、今ちょっと一息というところですか？そうですね、気の抜けないいろいろな次の企画があると思いますけども、はい、そんなわずかなほっと一息の間って、はい、どんな風に過ごします？そうですね、まあ、次の年度に向けて、うん、まあ、広報課以外にもいろんな課があって、はい、イベントの準備だったり調整してる部分もありますし、うん、まあ、新年度に向けて、僕らも準備していく部分はあるので、そういった、まあ、レースもない時も、調整だったり準備だったりっていうところはやっておりますので、まあ、その準備した部分を、お客様にぜひ、開幕したら見に来ていただければ嬉しいなっていうところはありますね。まあ、プライベートというのか、はい、一瞬ちょっとこう一休みして、はい、そしてまた頑張ろうっていう、あの藤田さんはどんなことで息抜きというのかリフレッシュしてますか今？そうですね、休みの日は、ちょっと料理をしたりとか、はい、はい、まあ、友人とゲームをしたりとかっていうのは、はい、休みの日やったりしてますね。あ、そうですか、はい、ちなみにあの何が得意ですか？作るの得意なのは、得意なのはですね、この間は豚の角煮を作りました。結構あのYouTube とか動画サイトであの料理の動画を見て、あ、美味しそうだな、でも、はい、多分作ってくれる人がいないので、はい、自分で作ろうみたいな、はい、じゃあその息抜きをしながら1年振り返って、ちょっと
休憩をして、はい、そしてまた新しい企画ということになっていくと思うんですけれども、はい、まあ、後半ですね、来年度というのか新しいシーズンのことを聞いていきたいと思うんですけども、その前に来年はその企画で他に藤田さん自身でどんな風に迎えたいなとか思ってますか？そうですね、ここに力を入れていきたいとかありますか？まあ、僕自身、ホームページとか、はい、そういったコンピューターの、まあ、専門学校に通ってたということもあって、できるだけ皆様に、そのホームページだったり、まあ、動画だったりっていうところで、より万栄競馬の魅力を発信できればいいかなと思っております。そうですね、競馬場に一度来ていただいた方にはその魅力っていうのを体で感じてすぐに分かっていただけるんですけど、はい、今おっしゃったパソコンみたいなネットでこう魅力を伝えていくというところで、はい、一番こう気遣ってるというのか、一番大事にしていることってどんなことですか？やっぱりその馬の迫力さっていうのが、はい、まあ、来ないと分からないっていう部分もあるんですけど、それをいかにどうやって見せるかっていうところを気にしながら、はい、まあ、写真を撮ったり、うん、動画を撮ったりしてますね。そんな中伝えていく中で一番大事にしてるっていうことはそうですけど、はい、一番藤田さんが思う万栄競馬の魅力って、はい、これは伝えたいっていうところがあると思うんですけど、はい、どんなところだと思いますか？万栄競馬の魅力としては、はい、やはり大きな体で重たいソリを引くこの万馬たち、うん、一歩一歩踏みしめながらやっていくレースっていうのは、はい、やっぱり見てる人も頑張れっていう気持ちになると思うので、はい、ぜひその、まあ、顔もすごい優しそうな馬たちが多いので、うん、はい、ぜひファンに馬のファンになっていただいて、はい、一頭一頭頑張ってるんだなって応援していただければ嬉しいです。はい、では後半はですね、その応援したいという気持ちをどんな風に新しいシーズンを動いていくのかっていう話も聞いていきたいと思います。はい、本日はバンエイトカチ広報藤田博文さんと番組を進めています。では一旦コマーシャルです。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、前残り20、6番甲子半回戦闘だが、9番北勝馬さん並んでかわした、それから北野裕次郎、3頭広がった、あと10、わずかに出る9番北勝馬さんが行きます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち。オッツパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オープンです。いつでもどこでも楽しめ、スマホあるなら始めなきゃ、全部楽しんだもん勝ち。オッズパー、バンバ魂、バンバ魂、今日はバンエイト勝ち広報の藤田さんと進めています。さあ藤田さん、後半になりますけれども、はい、いよいよ4月22日金曜日から新しいシーズン始まりますね。そうですね、うん、始まります ね、はい、やっぱりあれですね、企画いろいろありますね、初日も、はい、そうですね、はい、開幕は4月22日の金曜日から、開幕週5日間連続の開催となっておりまして、開幕週は来場者プレゼントや、まあ、例年通り多分抽選会などのイベントも今企画していると思いますので、まあ、5日間通して、何かしら皆様に楽しんでいただけるようなイベントを実施する予定ではおります。もうこれからですね、1年を通してのイベントスケジュールというのは状況を見ながら、はい、だんだん固まっていく感じですかね。そうですね、まあ、例年ですと夏に大きなイベントが、やりまして、年末年始、あとはまた万栄記念に向けたり、イベントを実施していく中で、まあ、このコロナ禍という状況もありますので、どのぐらいの規模でできるかっていうのがまだ正直ちょっと見えてない部分はあるんですが、少しでも、皆様に、何かしら還元ではないですけど、楽しんでいただけるようなイベントは企画していきたいなと思っております。万栄競馬というのは1年1年って言いますけど、シーズンって言いますけど、はい、春があって夏があって、はい、秋があって、そして冬が年越して万栄記念っていう、ね、本当1年こうストーリーになってますよね。そうですね、やっぱり季節ごとにも、うん、まあ、馬場の状態だったりっていうのがあるので、うん、それぞれの季節で馬たちも得意な季節があったりとか、うん、
まあ状態が、雰囲気がありますので、うん、そのあたりも含めて番へ行けば楽しんでいただければなと思いますね。はい、あの場内はもとろいですけども、まず藤田さんの、まあ、お仕事としては、はい、そのホームページなどで、はい、お客様に楽しさを伝えたりとかっていうお仕事がまず大事なのがあると思うんですね。はい、今オフィシャル番へ十勝の、はい、公式ホームページというんですかね。 はい、その中であの私たちあのバンバ魂も今 YouTube というのか ね、はい、あの参加させてもらってるんですけども、全体的にはいくつぐらい今番組っていうのがあるんですかね。まあ、番組と言いますか、うん、まあいろいろ見られますよね。はい、そうですね、レースが見られたり騎手が見られたり、はい、いろんなコンテンツというかありますね。そうですね、はい、バンエトカチのオフィシャル YouTube チャンネルバンバドーっていうチャンネルがあるんですが、その中では、まあ、レースを勝った騎手のインタビューがあったり、このバンバ魂が、あったりですね、あとは、著名人の方による、予想動画バンバ塾っていうのがあったりですね、あとは多分皆さんがあまり普段目につくことがないあの厩舎の様子が、バンバ通信という形で、馬の生活している雰囲気なども、たまに動画としてアップしているっていうのがこのバンバ道集約されていて、見ることができます。いろんな方向から、はい、あの馬を見てみたりなんていうのか全体的に見てますけど、はい、この馬いけるぞっていうの時々春に感じたりとかありますか。あ、僕はあまりそのあたり感じたことはないんですけどなんかパドック見てると、はい、あ、この馬調子いいのかなっていうのはたまに見ていたらありますね。だんだんこういろんな見方が増えてきて楽しいですよね。そうですね、特にどこ見たらいいかなって言われると難しいんですけど、うん、はい、やっぱりまあ筋肉の張りとか、うん、あとは多分当日はやっぱり馬の雰囲気、はい、やっぱりなるべく落ち着いていたりとか、うん、なんか落ち着いているように見えて、まあ、気合を体の内に秘めているみたいな感じのがなんか候補ですからお客様のケアだったり時々馬を見たりとか忙しいですね。そうですね、はい、まあ、馬見たり人見たりみたいな、はい、ところはありますけど、お仕事しながらでもやっぱり楽しいから続けていられるのかなと思うんですけど、帯広競馬場に来て、楽しむいろいろありますね。動物園もあるし、はい、あの馬券を買うだけではなくて帯広競馬場でどんなことを楽しんでもらいたいなって思いますか。そうですね、まずは、レースを見ていただくのが一番いいとは思うんですが、うん、その、レースを見て、この馬いいなっていうのをまず思っていただきたいです。で、その中で、まあ、ちょっといろんなところに足を伸ばしたいなっていうのであれば、ふれあい動物園で実際に馬と触れ合ったりすることもできますので、そういう楽しみ方もできますし、まあ、最近ですと結構場内の売店の方でもですね、いろんな馬のグッズ、その馬一頭一頭に対してのグッズとかもできて、販売されていたりもするので、やっぱり、まあ、僕自身は結構番へ競馬っていう、全体でなんか楽しみたいなっていう部分もあるんですが、やっぱり最近の、ファン層を見ていくと馬一頭一頭にファンがついているっていうような感じもあるので、そういったいろいろな楽しみ方ができるのがこの番へ競馬かな、まあ、騎手のファンであり、まあ、馬のファンであり、まあ、全部を見て楽しいなと思えるっていうようなが、番へ競馬だと思っております。あのグッズ売り場もですね、はい、あの馬の蹄鉄ありますよね。ありますね、蹄鉄大きい、もう手のひら以上大きい、はい、あ、こんなにあの足のサイズ大きいんだなと思って見ますけど、はい、あのいろいろな人気の馬売り切れでなかなかやっぱり蹄鉄ってあの使った後ですから、はい、待ってないと、そうですね、新しいのじゃ売れないですよね。そうですね、ね、人気ですよね。やはり馬一頭一頭にその装着していた蹄鉄を販売させていただいている部分もあるので、まあ、タイミングを見てあの販売される場合もありますし、まあ、そのあたりは我慢しながら待っていただければとは思いますね。はい、あのレースのお休みの日、今はオフシーズンということになりますけれども、はい、競馬場の
中まで行かなくてもスタンドまで行かなくても入り口の十勝村、はい、いろいろお店もありますし野菜も新鮮ですしそのあたりもレースがなくてもちょっと立ち寄っていただきたいですよね。そうですね、うん、やはりまあ、十勝村といえば、まあ、地元十勝の、いろんな野菜だったり、名産物がありますので、まあ、僕もたまに見に行ってあアスパラ安くなったとかあね、はい、結構掘り出し物もあったりするので、ねはい、十勝村はやっぱりちょこちょこチェックはした方がいいかなと思います。あとは豚丼もやっぱり肉が結構じっしり入ってますんで、うん、食べ応え十分だとは思いますので、はいはい、十勝村というだけあってどこどこ村どこどこ町じゃなくそれが全部集まって十勝村なの で、ねはい、あのショップには十勝の全部の美味しいもの新鮮なものもあったり、はい、今日食べるのサラダの野菜も新鮮だったり、はい、で遠くに送るなんか美味しいものもありますし ね、 やっぱり、まあ、結構ユリ根とかなかなか珍しいものとかも販売してますので、うんまあ、本当に十勝を凝縮させたのがこの十勝村なのかなっていう。十勝マッシュなんていうのは売っているお店の中で一番新鮮ですよね、はい、そうです ね、 はい、ね絶対ですもんね。バンバの堆肥も使ってますし、はい、本当にバンバンみたいな感じのマッシュルームになってますので、うん、そうですよね。もうレースからマッシュルームの話まで全然尽きないところなんですけれども、はい、そろそろお時間なんであと1分くらいしかなくなってしまったんですけど、はい、最後に、藤田さんから、リスナーの皆さんに、はい、一言メッセージお願いします。はい、バイケバ2022年度4月22日開催となっております。このコロナの状況下もありますので、実際に足を、運んで、見ていただく方も、大変ありがたいですし、ちょっと来るのが難しいという方はぜひネット、で、配信を見ていただいて、ネットでも馬券買えますのでぜひ、馬券を買ってレースも楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。今日のゲストはバンエイトカチ広報の藤田博文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バンバ魂もそろそろお別れの時間です。来週のバンバ魂ではバンエイ競馬に唯一女性の調教師谷あゆみさんをゲストにお迎えしたいと思います。万英競馬初の女性調教師として、活躍をしている谷あゆみさんです。どんな話が聞けるか楽しみですよね。桜井さん。そうですね、僕が編集に携わらせていただいているポムレっていう、あれですね、万英の機関誌ですよね。それでもコラムを持っていただいて第一読者として私も原稿を読んでいるんで、うん、ちょっとコロナの関係でなかなかお会いできていなかったんですごい楽しみですね。そうですね、万英競馬初の女性調教師谷あゆみさん来週のゲストです。ご期待ください。さて桜井さん、はい、このバンバ魂も3シーズン目に入るわけなんですよね。考えてみればそうだね。そうですね、はいはい、なんだかんだでわちゃわちゃときましたけれども2022年度今シーズンはどんな風に万英競馬を楽しみますか。そうですね、もう馬券はね的確な情報というか馬券に当てるっていうことはね今まで通りやっていきたいんですけども、うん、まあ、もうまた数字もこだわっていきたいですね。これ聞いてれば、うん、儲かるよっていうような番組したいですね、はい、そうなんだ、はい、私今年ね新馬戦とかをちょっと注目して馬追いしようかなと思ってます。そうですね、4月17日は能力検定検査もあるんで、うんうん、そこは僕もね競馬場足運ぼうと思ってます。そうですね、はい、ジャガーバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ YouTube ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送をお聞き逃しの際は YouTube ポッドキャストでぜひお聞きください。ジャガバンバ魂、お相手は杉山悦子と桜井陽介でした。ではまた来週です。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。